アルゼンチンなどを訪問していた秋篠宮ご夫妻が12日間の日程を終え帰国されました。ご夫妻は午前6時ごろ成田空港に到着されました。ご夫妻は先月25日に日本を出発し、ペルーの首都リマで外交関係樹立140周年記念行事に出席されました。その後アルゼンチンの首都ブエノスアイレスに移り、移住協定発行50周年を祝う行事にも出席したほか、フェルナンデス大統領を表敬訪問されました。日系人らによる歓迎行事では子どもたちと言葉を交わされたり、日本舞踊などをご覧になりました。